ちょっとなんか話しすぎて喉乾いてきてませんか乾いちゃってますね乾いてますよね、えー、なんかこういう時に飲みたいものなんかありますいいんですか <laughs> こんな昼間から <laughs> ありがとうございますはい。えー、では朝日スーパードライドライクリスタルで乾杯を行いたいと思いますあさ こちらの商品のつまみの部分も赤色でぴったりですね、ね今日のファッションにいい、ね、ちょっとあんま傾けるとこぼれそうで怖いですけど <laughs> こぼれないように気をつけください,い,いで,では、はい、お持ちいただきまして、はい、僭越ながら私も一緒に乾杯をさせていただきます,いますはい。では乾杯の発声をさせていただきます、はい、たくさんの方にアサヒスーパードライドライクリスタルが届きますように大好評を願って 乾杯。乾杯。いいかがですか。ありがたい。<laughs> 最高ですね。染みますね。染みますね。ええー。 最高に美味しいですね、最高でございます、はい。なんかいいですね。片手に缶ビールを持ってる姿が、もうとっても絵になりますよね。これ絵作りですから。<laughs> 別に飲みたくて飲んでるわけじゃないですからね。<laughs> そうですね、皆さんのためのね、絵のシャッターチャンスをね。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> まずですね、吉澤さんのオフの日の過ごし方についてお話をお聞かせいただけますか。いや、オフの日はまあ、やっぱりこうインドアな人間なので、まあ1日中家でゲームしてたり、漫画読んでたりとか、まあ、そういうのが多いですかね。もうザインドアですね。そうですねほうほうほう。なるほど。そんな時に朝日スーパードライドライクリスタルあったらいいですかね。完璧ですね。 最高で、最高です。完璧なインドアスタイルの完成ですね。<はい S 2> ありがとうございます。